まつりさ、最近考えてることがあって聞いてくれる？お聞きくださいね。それ前に団長に言ったやつですか？それあ、そうそうそう。何何、なんか嫌な予感がする。考えてね、結果が出ないんだけど、あのさ、晴れの日っていい天気って言うでしょ？うん。じゃあ雨の日なんて言う？ちょっと気持ちが曇るとかさ、悪い天気とかさ、天気悪いねとか言うじゃん。うん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 。誰が決めたのって思ったことない？いや、どうした？地球ってなんだろうみたいなレベルじゃないですか、それ。ね、常に考えているの。常にね。やんでんの？松先輩。だってさ、農家の人からしたらさ、雨はいい天気だしさ、うん、恵みの雨って、ね、まあ、誰が悪い、うん、いい悪いって決めたんだよって思わない？それはあれじゃない、うん、あの、まあ、好きな人と嫌いな人の割合の問題では。あ、雨みんな嫌いってこと？まあ、あんまり好きな人は。いや、だって傘さすのめんどくないですか？でもかなたん、え、傘を忘れたふりしていったら、うん、ね、うん、ラミーちゃんとあいあい傘ができるんだよ、うん、いや、いいよ別に。おいねえ、おいねえ、決まる。どういうことですかそれ？あ、いいらしい。あいあい傘か。でもほら、リスナーさんからしたらめっちゃいい天気になったでしょ、一瞬で。ちょっと待ってな、それ心の天気じゃないか。ちょっと待って。人間の仕組み、あの、そう、それこそ体の仕組みで、うん、あれじゃないですか、うん、太陽の光を浴びると、そう、セロトニンとか、ビタミン D が形成とか、で天気がいい悪いが決められてる。あるんじゃないんですか、逆に。生き物としてね。そう、生き物として。必要なものを。うんうん。なるほどね。まず、そういうシリーズいっぱい持ってて、ノエタに。なあ、それを運動会のトークデッキにするのは、みんなそっちに持ってかれちゃうな、ノミさん。3000回愛してるぞー。